にちは。今日の実況を担当いたします西岡明彦です。今日オールドトラフォードで行われる試合の模様は解説席に堀池拓実さんをお迎えしてお送りします。堀池さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、雨の中での試合となりました。両チームがこの雨の中でどう戦っていくのかも注目すべきところですね。さあ、前半開始です。マンチェスターユナイテッドのキックオフで試合が開始します。パスコースにはディフェンスがいます。予感のあるパスがつながった。CSK モスクワ、ここは決めたいところ。ユナイテッドのスローインで再開です。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ボールの激しい奪い合いです。これで決まりだ。なんとかボールをクリアしました。本田圭佑がプレーに絡んでくる。パス通りました。顔を上げたい。再び戻す。 CSK モスクワのチャンスが来ました。ボールを取りに来ました。厳しい寄せを見せます。本田圭佑、これはカウンターアタックが止められました。周りを確認したい。どうだ、頭でのシュート。ルーニーがプレーに絡んでくる。ロビン・ファン・ペルシー、ここはチャンス。うまくカウンターを仕掛けましたが止められてしまいました。いい形でゴール前まで持ってきました。ここはカットされました。攻撃失敗です。いい形ができつつある。ボールを奪ったのはマンチェスターユナイテッド。効いている男、キャリックです。
ラファエル・ダシウバ、スコールズが抑えます。ウェンルーニー、マークを外した、ポストに当たって決まりました。ウェンルーニーがゴール。もはや彼抜きのチームなど考えられません。そうですね、クラブのスターと呼ぶのにふさわしい結果を出していますね。試合はユナイテッド